目星まもなくロープウェイ山頂駅到着となりますね。ロープウェイ山頂駅出まして、表、出ていただきますと正面に階段が2箇所ございます。向かって左側の階段登っていただきますと展望台に続いております。この山の裏手の、新潟平野方面の景色もご覧いただけますので、一回りするのに10分から15分ぐらいで戻ってこれますので、合わせてご利用ください。お出口進行方向を迎えまして右側の扉開きます。お野菜お忘れ物をご注意くださいませ。またロープウェイ到着後に客車を固定いたします。固定する際多少揺れますので扉が開くまで十分ご注意くださいませ。間もなく到着でございます。